ラインの太さは魚を取り切れ太さと育ちました。ライン、取り切れ太さの定義はやはり、経験するしかない。はい、そうですね。もう非常に経験の浅い方がですね、細いラインを使う方が霞ヶ浦に来てるんですがね、困ったちゃんなんですよ。腕もないのに細いラインを使う。まあ腕がないから細いラインを使うんですけどね。腕のいい人は細いラインを使わないんですよ。腕の悪い人って細いラインを使う方たちが非常に多い。ところがそれでね、根がかってみんなブツブツ切っていくっていうね、悪い輩がいっぱいいるの。ある程度太めのラインで回収していただかないと、釣りが禁止になってしまいますからね。はい、はい。池原立ち木が山のようにあるのに、こんなクソバカ野郎っていうぐらいにですね、スピニング3ポンド4ポンド5ポンド巻いてくるバカがいるのね。大バカ野郎もいいとこ、立ち木山のようになってんのにそこにさ入れるのよ。だから僕ら昔よく池原行ってた時ね、テレビの番組でもなんかやってたけど、もうずーっと1時間とか2時間ずーっと糸取って持っとって取って巻くんだよ。サイトやってずっと探してるから、その時こうやって取ってさやるんだけどね、もうねほんとバカ野郎よ。20メーターぐらいさ、こう糸な、何これっていう。切り抜き動画見た皆さん、ね、こちらの方はですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えしている村田はじめ、ちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。